はい、こんにちは。体感デザイナーの山田です。本日はですね、コンディションを整えるサプリメントについてちょっとお話ししていこうかなと思います。はい、やっぱりこう、試合前になると、まあ、こう、緊張したりとか、あとはまあ、結構こう、焦ったりとかして、やっぱりこう、コンディションを整えるのってね、やっぱり結構難しいと思うんですね。で、結構その、試合の当日になって、その、風邪をひいてしまったとかっていうような、もしくはこう、免疫力がこうどんどんこう下がってきて、元気がなくなってくるっていうようなことがないように、まあ、おすすめのサプリメントが、まあ、あるんですけれども、今日はちょっとそれについて、ちょっとお話ししていこうかなと思います。はい、あとですね、このチャンネルでは、スポーツのパフォーマンスの向上であったりとか、日々のお役立ち情報を随時配信していきますので、気に入っていただければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では、どういうサプリメントかって言いますと、サプリメントは、純必須アミノ酸っていう風に言われてるんですね。で、純必須アミノ酸っていうのは、必須アミノ酸は体内で作ることができないアミノ酸なんですけれども、純必須アミノ酸っていうのは体内で作ることはできるんだけれども、すごく量が必要なので、まあ、口からもしっかりと取ってくださいねっていうアミノ酸なんです。で、それはどういうアミノ酸かっていうと、まあ、今回のその、まあ、メインとなります、まあ、サプリメントの名前にもなるんですけれども、グルタミンです。グルタミン酸とはまた全然違うんですけれども、グルタミンっていうアミノ酸が、まあ、コンディションを、まあ、調整してくれるサプリメントになります。はい、じゃあこの、グルタミンはまあどういう効果があるかって言いますと、3つあるんですね。で、1つは免疫力の向上、1つです。で、その次は、菌分解抑制で、3つ目は消化管のサポートって、こう3つあるんですけれども、今回はちょっと簡単にちょっと説明します。で、まずこの1つ目の、まあ、免疫力の向上なんですけれども、まずこのグルタミンが使われるのは、ストレスがかかった時にグルタミンっていうのがすごく使われるんですね。で、この量がすごく使われるんですよ。で、じゃあもともとこのグルタミンってどこにあるかっていうと、血液中に遊離アミノ酸っていう、常にこうアミノ酸が血液中にこう流れてるんですけれども、で、その遊離アミノ酸の 60% がグルタミンなんですね。何かこうストレスがかかった時に、このすごくこのグルタミンっていうのは使われるんですね。で、その量がめちゃめちゃ必要になるんですね。人間ってこういろんなストレスをこう感じますよね。はい、例えばこう暑い、まあ、これもストレスです。はい、寒い、はい、ストレスです。はい、で、トレーニングをした、筋肉にストレスがかかっています。はい、なんか、まあ、嫌なことあったな、まあ、ストレスです。なんか、まあ、ちょっと気疲れしたなって、これもストレスなんですね。で、こういうストレスに対してグルタミンが使われるので、グルタミンってかなりこう量を取っていかないと不足していってしまうんですね。で、この、グルタミンの量が不足してしまうと免疫力っていうのが落ちるっていうふうに言われています。減っていくと、まあ、免疫力が落ちるので、まあ、風邪がひきやすくなったりしますよっていうようなことなんですね。で、まあ、このグルタミンっていうのは、まあ、リンパ球だったりとか、あとはマクロファージの原材料に、なってますので、まあ、分かりますよね。まあ、リンパ球っていうのは、まあ、免疫力をこう高める、まあ、風邪とかウイルスが入ってきたら、まあ、それをこう、まあ、やっつけたりするような、まあ、細胞、まあ、マクロファージもまあそんな感じなんですけれども、まあ、そういうような感じで、まあ、グルタミンっていうのは、まあ、高めてくれる細胞の原材料にもなるので、グルタミンを摂取すると、まあ、免疫力が上がるっていうふうに言われてます。はい、で、2つ目は、菌分解抑制ですね。で、この、菌分解抑制は、まあ、どういうことかっていうと、まあ、こうトレーニングとかしてストレスがこうかかりますよね。で、このトレーニングをして、まあ、これもこうストレスなんで、グルタミンはじゃあどっから生まれるかっていうと、まあ、もちろんこの血液中の有利アミノ酸から、まあこうまあ、グルタミンがこう使用されていくんですけれども、筋肉を分解してグルタミンをこう作るんですね。なんで、まあ、ただこうトレーニングをしてるだけだったら、グルタミンって勝手にその筋肉から使われていくので、筋肉を守るためにグルタミンを飲んだ方がいいです。はい、まあ、もちろんその筋肉がこうどんどんこう消費されていくので、まあ、それだけでまあ、コンディションって悪くなりますよね。はい、まあ、例えば、まあ、スポーツとかでしたら、今まで、まあ、しっかりとバーンって打った
打ったりとかして、まあ、いいボールがいってたものが、まあ、その筋肉とかが減って、まあ、あれなんかわかんないけど、なんかこう、まあ、こう手首が痛くなったな、まあ、なんか肘が痛くなったなとかっていうような、まあ、筋肉の、まあ、分解にも、グルタミンっていうのは、まあ関係してきますので、筋肉がこう分解されないように、グルタミンを飲んだ方がいいかなと思います。はい、あと3つ目ですね。で3つ目はあの消化管サポートなんですけれども、まあ、あの人間のまあ栄養素ってまあほとんどこの小腸とかからこう吸収していくんですけれども、でその小腸の栄養素になるのがグルタミンなんですね。なんで、まあ、このグルタミンが不足すると小腸ですね、まあ、健康な、まあ、小腸だったり、まあ、消化管をこう、まあ、作りたいっていう方したら、まあ、グルタミンを、摂取した方がいいかなと思います。でこのグルタミンなんですけれども、あのもちろんこう食べ物からでも、ね、摂取はできるんですけれども、あの熱を加えるとあの変性して吸収しにくくなるんですね。なんで例えばじゃあどういうものに含まれてるかというと、まあお魚だったりとか、まあ、卵だったり、まあ、お肉だったりとかって、もう本当こういろんなものにグルタミンって入ってるんですけれども、あの生の状態じゃないと吸収できないので、あの魚だったらお刺身、卵だったら生卵みたいな感じで、じゃあそれをこう毎日毎日こう取っていけるかって、やっぱりこうなかなか難しいですよね。まあ、特にこの、まあまあ、スポーツされてる方とかでしたら、まあ、遠征でそのいろんなところに行ったりとか、特にあの海外とか回られてる方でしたら、まあ、お刺身なんて食べるなんて到底難しいですよね。はい、なんであのグルタミンをあのしっかりと、まあ、こう飲んで、まあ、体調をこうコントロールする、コンディションを調整するっていうのが、まあ、すごくあのいいのかなと思います。はい、でまあ、もしねあのグルタミンは飲むんでしたら、まあ、1日、まあ、そうですね、まあ、15g ぐらい、目安に飲んでいただければいいかなと思います。朝 5g、昼 5g、で最後、まあ、寝る前に 5g みたいなような感じで1日、まあ、15g ぐらいね、あの、まあ、それを目安に、ね、飲んでみてはいかがでしょうか。っていうような形でね、今日は、以上になります。まあ、コンディションを整えるには、まあ、グルタミンをね、まあ、摂取してみるっていうのは、まあ、すごくいいかなと思います。で私自身もあのグルタミン毎日飲んでますのでね、まあ、特にこう大きな風邪とかひかなくなったかなっていうふうに思うっていう風に感じているので、まあ、ぜひ個人的にもね、お勧めさせていただきました。本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。